はい、お疲れ様です。お疲れ様です。視聴者の皆さん、はい、まあ、今日は何の動画って言ったら、まず焼きそば紹介。そうですね。これすごいね。僕ね、もう実はもう勝手に来てるんですけど。勝手に来ましたね。勝手に来ましたね、今日。しかも東京帰りで。こいつほんま、だから絶対時間終わるの嫌い、一番。そうですね、今日電話しないですからね。今日電話しました。電話が繋がらないですから、僕は。そもそも、LINE 電話とかそっち系は繋がりますけどね。だけど、10万人最近覚えてるもんね、もう LINE 電話でかけてくるもんね。で、しかも2回かかってきて電話あったの。1回かかってきて電話あったの。で、2回もかかってきて、あ、なんかあったかなと思って。はい、でも無視したの、はい、で10秒ぐらい考えて、あ、なんか YouTube で変な風になってるよとかそういう感じで、なんかそれもそ連続でかけてくることないから、ね、で、あ、これなんかあったなと思って、うん、で、電話したら別になんか電話酔っ払った感じで、まあ、酔っ払ってなかったですね、はい、さっきの電話の時は、うん、で、ちょっと、まあ、10万人記念でちょっとお祝いかしてよって言って、で、しかも大阪方面に切符買っとったのに来たんですよね。で、せっかく今日来るんだったら、もう僕らじゃあ動画で出て一緒にコラボしましょうよと。その前に泊まってかんとダメですよって言ったんですよね。で、彼は1万人の人間しかコラボしないっていう話。あ、決めてますもんね。で、僕は4500人やから、まあまあね、コラボするはずがないんですよ。まあまあそうですね。だけど彼は僕のことが大好きすぎて、僕、ね、今日の飲みたい。ちょチャンネル争ってくださいよ。俺もひどいか。俺の頭がみたいな頭しろもんで、ね、ですけど、だけど、ね、まあ俺はね、コラボするのよりも仲いいですよ。まあ一緒に酒飲みましょうよっていう感じ。まあその一応視聴者、僕じゃなくて視聴者が。なんだこの話じゃいかんですけど、まあ今日酔っぱいだから面白いんで、ちょっとなんで急にうちのチャンネルでおとなしになったんですか。話はしてくださいよ。おかしいじゃないですか。でも小林さんって、なんか結局テレやから。いや、テレやじゃないですか、僕はもう。テレってないですよ。で、友達おらへんって、だいぶ結局。俺しかおらへん。今、YouTube4500 人ぐらい。4500人ぐらい。ライブしょっちゅう荒らしに来て、あの金バンバン投げてるね。小林さんって。わけやからね。まあ、4、5ぐらいの会社やられてますね、今。リフォーム会社として。5ぐらいですね。はい、で、またこれがすごい会社で、本当に全国で有名になるぐらい、SNS 戦略って言って、広告宣伝費、普通大体リフォーム業界って 5% ぐらいは絶対かかるって言われてるんだけど。つまり1000万。だから5億やったら、2000万、ね。そういうことですね。そうですね。あ、じゃあ5億やったら2000万。年間でかかるんですよね、月に200万ぐらい、250万ぐらいはかかってくるのが、今ゼロ、ゼロです、ほぼゼロ、まあ、ホームページの編集とかそういうのぐらいはかかる。それはだから、宣伝、だから、例えばリリーちゃんがやってるのと一緒で、近い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 、ちょっと飲んでないです。ついていけないです。ここで戦わなかったよ。ここで戦って寝るから道場を支えなかったね。そうですね。じゃあアルコール一杯もらっていいですか。アルコール一杯。ちょっとイベント会話の話やね。会話の話や。会社支える話。あ、そっちですね。小林君のことが僕はすっごい好きで、ほんまにこいつ絶対全国取るって俺10年前から言ってるんですよ。でも何の一番かは別ですよね。それはどうでもいいんですよ。僕はだけど彼は確実に何かで一番取るって俺は言って、うん、これ無口されてますよね。でも何かは知らんと。1億ぐらいの時言ってましたね。うん、言ってますよ。営業1人か2人の時に言ってます。でも、あなたは絶対何かを取るって言ったんですよ。でも、10年ぐらいの付き合いなので。で、まあ、その頃から、まあ、2人でいろいろ、本当にお互い会社ちっちゃくて、営業も1人、2人ぐらいしかいなくて、そうですね、あ、してます、こちら、また社員辞めましたわ。辞めましたわ、とか、いろんなこと言いながら、なかなかまあ、大阪と、大阪でも、兵庫ですか、兵庫県。兵庫県ですね。うん、兵庫県と、まあ、宝塚。宝塚ですもんね。うん、で、やられとるんで、リフォーム会社。まあ、なかなかこうやって、まあ、会うのは年に1回、ほんまないっすね。1回、2回。ほとんどなくてですね。会って1、2回ですね。1、2回ですね。まあ、ちょこちょこたまに電話で喋ったりだとか。でも最近でも、SNS ので結構注目、結構、まあ、小林さんが注目されて、こいつが出るのが寂しいから、俺、一緒に小林さん来てよとか言うから。一緒にポッドキャスト出たんですよね。うん、ポッドキャストの出たけど、それは自分が呼ばれ、はい、呼ばれて、いや、そんなことや、俺がお前寂しいから俺が言っただけ、下僕として出たんです。ペットペット、俺下僕、俺下僕出たんです。こんな写真を買って下僕って言ったからな。でも本当に一緒に出て、俺も悪いけど小林くんのやったら下僕に行きます。あのランリグっていうあれですね。あ、で、俺それも動画一緒に撮ったんですけど、力棒使え、あ、力棒に俺は出ますよ、ね、あ、力棒のマイスターと思う、向こうから指名くれた。そうこれまた面白いですね。面白いですね。これマイスターっていう制度があって、結構これ有名なんだわ。力棒って言って、まずそれも力棒って検索すると出るし、でまたあれとはまた別ですよね。これがランディング の、 そうです、ね、あのポッドキャスト、 iPhone で出てくるあのラジオ番組、そうそうに4週連続で今やってるんですか。今で今日も最終です。あ、今日最終、今日最終です。あ、まあ、ちょっと聞いてみよう、うん、で、ちょっと、まあ、2人で出て、
まあその時は酔っ払ってないけど、あの一杯飲みましょうね。ちょうど30分ぐらい前ですよ、一杯飲みましょう。怖いって、だからバグってるから二人とも。そもそもバグってるのに、もうあかんやん。だけど、こいつええ男やん。俺な、これもう10万人登録だけやから初めて言うけど、うん、こいつについていったら絶対ええことなんだ。リリちゃん、この動画どう？めちゃめちゃ男前ですよ。めちゃめちゃ男前ですよ。まあ社長を褒めるところはいい人じゃないですか。それだけ。こいつどこを褒めるところはさすがのリリちゃんをちょっと今日画面ポケしてるもんね。だってるもんね。この人、この人のことを褒めるとか褒めへんとかじゃなくて、そもそも対等に喋るんで、俺視聴者も何の話だろうと思ってると思うんですけど、まあ本当10万人いけない、そうなんですよ。まあ約束だ。しかもこの面白いカップラーメン入ってるのね。カップラーメン揃ってきた。関西人だなと思ったこのネタ感がね。そういうことですか、関西人で。そう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 、なんかね、わざと全部やつまに揃えて2万ですよ、これ2万円分。だってコンビニでゴミ袋に入れられたんですよ。やばいですよね。名古屋東京から来たんですか。名古屋で買ったんですか。名古屋で買ったんですか。名古屋ついてから、うん、ついてから。あ、ほんでなんかタクシー行きます、タクシー行きますって言ったんですか。業界で嫌われてるんですよ、2人とも。あー、もう業界で、まあ、嫌われてるわけじゃない。嫌われてますよね。まあ、嫌われてるんですよ。でもお互い嫌われてますよね。まあ、嫌われてないですよ。俺、小林さんも最高に好きやし、この男めちゃめちゃ男やなと。俺もこの男いる。まあまあ、もともと自分たちよりやっぱ大きかったところが気に入らない人もいるんですよね。で、そういうグループにも属してないじゃないですか。だから小林さんも俺もそうなんだけど、うん、絶対その、 あの属人性、うん、だから、はい、そのどこに交わるとかはないんですよ、うん、はい。ちょっとね、さっきあのコマさんのチャンネルでも話したんですけど、うんうん、今後どうしていきたいんですか。うちのチャンネルにちょっと聞きたいですね。あ、いいですか、うん、僕はとにかくあの、はい、全員フリーランスにする。フリーランス、はい、100%、はい。で、あの全員をフリーランスにして、僕3年で辞めます、会社。会社を、はい、フリーランス制度、僕は3年で辞めます。まあ、ちょうどうちもこれが本当3日ぐらい前か、あの動画でみんな個人事業主じゃないけど、一緒に独立するみたいな、もう独立せいやで、まあ、うちの仕事やるんだったらやりゃいい、うん、まあまあ辞めてどっか行くならやめやえよって言って、うん、でも辞めていこうと思うんですけど、ぶっちゃけで、いろんなことが、まあ、今うちの会社も動いてて、うん、何しにそのフリーランスにするっていうか、僕は10億にして会社をまず、まあ、します。10億にして僕辞めます。それはフリーランスにするっていうのはどういうメンタルですか。その自分のために、社員のために、メンタル的に言ったら、はい、あの誰のためにやるかって言ったら、はい、みんなのためにやります。社員のために、はい、営業マンのために、うん、そのフリーランスっていうのは何、もう歩合制にするみたいな感じですか。うん、とか もっと言ったら M&A でもう売り抜くみたいな感じですね。あ、僕社員に、あ、誰かに渡します。あ、そういうことですか、うん、でも営業マンはどうするんですか。みんな一人親方みたいな感じ、会社分解するってことですか。例えば10人の営業マンだったら分解します。10個に分けて分解します。ああ、エリアとかエリア制にして、うん、何でもいいや、まあ、フランチャイズみたいな感じ。そうです、これ金が何でもいいよく寝たのかこれいいってことで取りました。まあそんな感じです。まあでもね、本当めちゃくちゃいいことなんですよ。でもちょっと今日本当結構いっぱいですよ。何本なんですか。なんぼろんなんすか。なんでなんでなんでますよ、絶対。で、めちゃめちゃ視聴者さん、まあ、このあのまた YouTube やってしょっちゅうライブにライブ嵐しとるんでまた注目してください。まあそんな感じです。まあちょっとまあちょっと最後パタパタと喋りましたけど、でもまあ本当ぜひまたうちのチャンネルもこれからまたね、本当リフォーム業界じゃないですか、建設業界でまくくって僕もやっていろんなことまた勉強して、いろんな、まあ今インスタやったりいろんなことやってるよね。でそれも本当にもう毎日ミーティングやって、こういうのやってみようか、ああいうのやってみようか、一生懸命やってますよね。うん、投稿数減らしてみたり、いわゆる費用対効果もあるじゃないですか。多いだけでもいいかし、少ないだけでもいいかし。で、彼は100万円、毎月100万来てますとか、あのポートキャストで言ってたけど、うん、100万なんてはっきり言って、彼にとってこのチャンネルにとって10万人登録のチャンネルにとって、経費も出へん。まあまあ、そうですよね、体も取られるし。100万円。でもまあ、それ以外にもメリット大きいよね。うん、求人も来るし、うん、どう、やっぱ来る。お客さんも来る。あ、全然来てますよ、ね。まあ確かに YouTube 見て、うん、あのいいって思う人と、うん、なんだこれって思う人と、あ、そうだね、もう本当に極端に分かれると思うんですけど、うん、まあ僕ら営業がどうやって押すかって言ったら、うん、まあ、やっぱり YouTube で、やっぱ求人、うん、今まで求人にかかってたお金って、うん、結局そこに還元できる。あ、そうだね、還元できるよね。だからそのやっぱり求人の費用ってバカにならないじゃないですか。バカにならない。それがやっぱり一時間施工もあるからね。そうですね、うん、職人にしてもいい状態の職人が来てくれたりとか、うんうん、やっぱりうちを好きだって言って来てくれる。だからそこを一から育ててたら、うん、すごい費用かかるんですよね。そう、うん、で辞めていくしね、うん、で辞めていくやつもみんな経費だしね、まあ、そうですね、3ヶ月で辞めたらもう全部投資だと100万もパーだね、うん、でもそれも分かってる前提じゃないですか、うん、でお客さんも増えたでしょ。増えたですね、やっぱり、うん、
あとやっぱり増えますよね。めちゃめちゃ増えてますよね。めちゃめちゃ増えてますよね。めちゃめちゃうちより増えてるらしいな。これ40件来てます、ね、真面目なことやってるもんね。40件来てます毎月。でちょっと最後にまとめると、うん、今求人道場っていうのは無料でやれるんですよ求人道場建設業専門検査すると、それじゃいいところなんで、ね、違うんですよ。求人道場建設業専門で検索すると本当に求人出せて、でまあ今一人親方で雇って、ね、2人3人でやってるところでも本当に求人かけとこそ雇っても辞めていくじゃんってみんな言うじゃないですか。じゃあそんなもんもう当たり前やん。それはそもそもリスクやから、うん、でもそんなもんですよね。そんなもんやん。何百人使って今そうですね。本当に辞めるのが前提やから、うん、そう前提ですよね。そんなことを言っとったらアウト。アウトですよ。まずアウト、うん、もう本当にそんな嫌やと思います。でまあ、今は無料で使える、まあ、本当に500人ぐらいになったらまあ有料にしようかなと思ってますので、ぜひ本当にチャンスで、で周りからもよく、ね、お声もかけてもらえるようになったというか、あ求人うまくいったよって言って、あのマッチングサイトだからね、一般の人もぜひあの見に行って、結構もう100何十社って出してるから見に行ってください。でまたこの大きい大々的にアップデートもかけておいてね、また100万ぐらい費用かけて、ええ男やで、ね、ええ男やでこいつ邪魔しなさい、この CM なんではい以上です。じゃあもう今日一緒に飲む約束しましたけど、もうちょっと酔っぱらって今日帰ってください。新幹線にもうぶち込みますよ。まだありますまだあります。10時ぐらいまでありますんで。あるな。いいですか。帰るわ。帰りますよ。お疲れ様でした。帰ります。またね。またね。こっちにまたね。みんなでこっちにまたね。